第七編、あだげ抄第一章。おきつぐは五日の鹿を願って小引町うねめがはらの中屋敷にこもった。去年の秋ごろから将軍家春が病気がちで政務が一層多忙だったから上屋敷へもごくまれにしか帰らず、ほとんど城中に泊まりきりであった。まして中屋敷へは随分久しぶりのことで、そこにはお滝というそばめがいたが、彼女は言うまでもなく屋敷中が火のついたように明るく浮き立った。丸半年の夜もお待ち申していたのですから、この5日間は殿様は私のものでございますよ。お滝は用人の三浦正治にそう言った。ぜひそう願いたいものですと三浦は曖昧に答えた。将軍の狩りが7日後に迫っていた。その友をするために意次は休養したかったし、周りの者も同様であったろうが、筆頭老中として代理を許さない事務があり、また計画中の新しい政策についても審議を急ぐものがあって、結局はくつろぐほどのいとまはなかった。ことに勘定奉行の松本十兵衛と赤井忠政の二人は城中と同じように屋敷へ詰め切りで、昼のうちはもちろん夜も十時頃までは意次のそばを離れることができなかった。初めの一日でお滝は失望し、松本十兵衛に皮肉を言った。まるでお城の御用部屋をそっくり持ってきたようでございますね。いや、そんなことはありませんと十兵衛はやんわり受け流した。ここでは遅くとも十時には寝られますが、城中では二夜も続けて夜を明かすことが珍しくないのですから。これではご休養にも何にもなりはしませんわ。ずっとこうなのでしょうか。さあ、いかがなものでございますかな。十兵衛は苦笑するばかりだった。お滝は三浦正治にはもっとつけつけ当たった。私が殿様のいらっしゃるのをどんなに楽しみにしていたか知っていらっしゃるでしょう。こんなことならいっそお当たりのない方がようございましたわ。申し訳ありませんが、と正治は当惑して言った。それはどうか殿様におっしゃってください。私どもが申し上げてもお聞きになる方ではございませんから。私から申し上げてよければ申し上げますとも、何が怖いものですか。勇ましそうに言うものの、彼女にその勇気はなかった。お滝は24歳であった。日本橋白金町の対馬屋神兵衛という両替商の娘に生まれ、14歳の時田沼家の上屋敷へ上がった。体つきは小柄で色が浅黒く、器量はあまり映えなかったし、大変な負け嫌いで朋輩たちとの折り合いもよくなかったが、その頃上屋敷にいた萩尾というそばめに気に入られ、実の妹のように可愛がられた。当時意次はそば用人から老中に上げられて2年目だったが、御用半多ということで月のうち20日は城中に泊まって帰らないというふうであった。ある時萩尾がそれを遠回しに恨むと、意次はなだめるような調子で、六代様家信様に幼児から仕えた真鍋昭房殿は年に4、5度しか屋敷へは帰らなかった。ずっと城中に詰めたままで、時には丸5年も帰宅しないことがあったそうだ。私などは到底及ばないことだ。そういったことがあった。意次が萩尾の部屋へ来るときは、他の次女は遠ざけられても、お滝はそばにいて用を足したので、意次のことは早くからよく知っていた。56歳になっていた意次は、お滝の目にはもう老人に見えた。背丈は小さい方だし、顔立ちも気挙動作も口の利きようもおっとりと静かで、それが
年よりも老けた印象を与えるようであった。怒るとか高い声を出すということはめったにない。その自分はもう沖継に対する悪評が高くなりかけていて、お滝などの耳にも忌まわしい噂が随分入った。大抵は根もないことで、萩尾はいつも世評のでたらめさに怒っていた。殿様がこれまでにない新しい政治をどしどしなさるから、他のご老職方に妬まれていらっしゃるのだよ。よくそんなふうに言っていた。こういう歪められた悪評にはしばしば館林公が引き合いに出された。公は松平竹本といい、水戸の所流の出で館林家を継ぎ右近の城であった。拳風の潔癖な人だったらしい。先の将軍家重の補佐役を務め、また老中主座であったが、毎朝受信に論語の一章を講義させて、それから途上するということであった。沖継は決して他人の評をしない人であったが、この話を聞いた時は珍しく歯を見せて笑った。いかにも館林公らしいな。それからため息をついて独り言のように言った。論語の一章を聞いて安心して途上できるとは幸せな人だ。その時の口ぶりがお滝の心に深く残った。沖継はごくまれにしか酒を飲まなかった。嫌いではないが暇がないというふうで、そのたまに飲む時は決まって長男の沖友を呼んだ。飲んでも二人とも酔わない酒で、話すことは政治に関係のある問題に限られていた。劉さんはこれこれの件をどう思いますか。私はきっとまた不評を買うだろうと思いますね。そんな具合の友達同士のような話しぶりであった。沖友は幼名を劉助と言い、沖継の亡くなった正妻の産んだただ一人の男子で、沖継は亡き妻に対する追慕の情も含めて随分深く彼を愛していたらしい。沖友はもう26歳になり、従五位の山城守に任官していたし、すでに太田備中守の娘を妻に迎えて、沖秋という子も生まれていた。それを龍さんと呼ぶのであるが、その呼び方はいかにも愛情のこもったものであった。そういう沖継にお滝はぐんぐん引きつけられていった。第二章。田沼邸へ上がってまだ一年にもならない頃、お滝は衝動的にこんなことを言った。私、殿様に惚れてしまいましたわ。萩尾と二人だけの時であったが、大奥から沖継のそば辺になった萩尾は、惚れたなどという下町風の言葉になれないので、すっかり肝を抜かれたようであった。それは十五歳の勝ち気で明るい性分が言わせた少女らしい好意の表現であったけれども、それだけではなかった。その好意は年の経つに従っていつかしら愛情にまで伸びていった。殿様はお気の毒な方だというのが沖継に対するお滝の愛情の根であった。沖継には萩尾のほかにそばめが三人いた。それらは小引町の中屋敷と日本橋柿柄町と駒込にある下屋敷との三箇所にいて、それぞれが子を多く産んだ。全部で12人、生きているのは5人であるが、男子三人は他家へ養子に行き、二人の娘もすでに化していた。沖継はどのそばめをも愛しているようではなかった。萩尾は気に入っているらしいが、萩尾自身は愛されているとは思わないようで、私は大奥をつなぐ鎖のようなものですと言っていた。閣僚として政治を円滑に取るには
大奥を懐柔することが重要な条件である。意次は前から大奥には人気があった。そのために嫌な噂が広まったものであるが、女官たちが彼に好意を持つのはもっぱら彼の人柄によるもので、はしたなどの中にも彼に熱を上げているものが少なくなかった。泣かそうと半四郎をつきまぜたようだわなどと言われたものである。中村中蔵も岩井半四郎も團十郎一座の若手役者で、片方は渋い二枚目、片方は小山として、どちらも高い評判をとっていた。萩尾は将軍家春の側室の次女で、これらの事情をよく知っていた。側室に勧められて意次のそばめになったのであるが、自分ではそれが意次と大奥とを密接につなぐ役に立つだろうと思って承知した。もちろん意次を尊敬していたし、密かに愛情も感じていたが、そう思ってそばめになったことはいつまでも頭から去らないようであった。どうしてあんなに割り切れないのだろう。本当にじれったいわね。お滝は見ていてそう思った。私ならもっと遠慮なしに甘えたり拗ねたりするし、その代わり堪能するほどお慰めもし、楽しい思いもさせてあげるのに。それがお滝の中で深く動かない感情となって残った。萩尾はお滝の十九の年に病死し、一年余りたってお滝は萩尾の後に治った。自分からその機会を作り、死ぬほども恥ずかしい思いをした。それは全くひたむきな献身に似た愛情からであったが、さてそばめという席に直ってみると、予想していたこととはすべてが違ってきた。意次を毒し悩ませ困敗させたものは、お滝などの力ではどうなるものでもなかった。彼女が意次を慰めようと努めれば、意次はいかにも慰められたように振る舞う。しかし実際はそう見せているだけだということが彼女にはすぐに分かった。甘えたり拗ねたりすることで若やいだ気分をそそろうとすれば、さも今日ありげに誘われた様子を見せる。だが心は全く燃えてはいないのである。それがお滝にはよく分かった。殿様にとって大事なのはご政治だけだ。彼女はそう思うようになった。意次の取る政治はいつも不評であった。現にはっきり効果の上がっている政策でさえ彼を誹謗する材料にされた。例えて言うと、彼は人のために家を建てるが、逆にその家に住む人から汚名を着せられる交渉を巧みに似ていた。しかも決して屈服しない。踏まれても叩かれても彼は常に政治に打ち込み、次々と新しい政策について計画を進めるのであった。どんなに悪意のある非難や攻撃にもめげず、黙々と自分の信念を貫いてゆく意次の姿に、お滝はやがて壮烈という印象をさえ与えられた。でもいつか殿様を取ってみせる。彼女は密かにそう誓った。殿様の身も心もいつかはすっかり自分のものにしてみせる。お滝は21の年に中屋敷へ移された。駒込の下屋敷にいたそばめが病死したので、中屋敷の人がそちらへ行き、お滝が中屋敷へ入ったのである。それから丸三年の間に意次の来た度数はごくわずかで、両手の指にも足りないくらいだった。用人の三浦商事が月に一度は必ず見舞いに来るが、言うことはいつも決まっていた。この頃はますます御用繁多で、上屋敷へもたまにしかお帰りになれないのですから。そして中屋敷へ来るのは大抵客を招待するためであったし、そうでなくとも訪ねてくるものが続いて、ゆっくり話すいとまもないというふうであった。もう遠慮なんかしてはいられないわ。
お滝は次女たちに言った。玉のご休養だというのに、あれではお体が参ってしまう。私もうはっきり申し上げてしまうわ。次女たちに宣言することで自分の勇気をかきたてるようであった。5日の歯科の残り4日を断じて休養させなければならない。あとにはすぐ狩りのお供があるのだから、そう思ったのであるが、ようやく決心して口を切ったのは、お継ぐが来て3日目の、それも夜のことであった。事実それまでは檻がなかったと言えるかもしれない。お継ぐは朝5時に起きる。洗面して後、半時ばかり庭を歩き、居間で朝食をとる。食事は以前からひどく簡素であった。朝は引き割り麦だけのかゆに、かつお節醤油をかけたのが主食で、青い漬け菜の香のものがつくだけ。昼は魚一皿だし、夜は野菜のうま煮に吸い物という具合で、飯は必ず麦七分と決まっていた。朝食のあと7時には書院へ入る。松本十兵衛や赤井忠政はその前に支度をして待っていて、下役の者たちの来る時分にはとうに仕事を始めている。そのうちに城中から晩やむを得ない事務連絡の使いがあるし、断ってあるにもかかわらず押して面会を求める客も少なくない。中屋敷は狭いので、そんな客が詰めかけると奥用の客間まで使わなければならなかった。昼食は大抵14、15人になった。事務を取っている者にはみんな出すので、田沼家のあまり豊かでない世評とはまるで逆の経済を知っているお滝には、それだけでもかなりな負担に思われた。午後4時になると下役たちも帰り、6時に夕食が始まる。お継ぐと松本赤井の2人に昌平校の学頭をしている関正宗が加わる。正宗はお継ぐにとって政治上の顧問という立場にあり、新しい政治の検索にはしばしば高い価値のあるものがあった。夕食のあとは酒が出て、そのまま4人の会談になる。お滝は9時に座るが、話はあくびの出るほど退屈である。今彼らの審議の中心は赤蝦夷風雪公という著書に関するものと金銀会所案の2つであった。忠政と正宗は酒が好きであるが、その2人も杯を忘れるくらい彼らの議論は真剣であった。遅くとも10時には全てが終わる。さてこれまでにしようか、あとはまた明日。お継ぐのそういうのがきっかけで正宗は自拒し、十兵衛と忠政は定められた寝所へ下がる。お継ぐは居間で薬湯を飲み、お滝とは別の寝間へ入るのであった。第3章。3日目の夜10時、会談が終わってみんなが立った時、お滝はお継ぐをその居間へ送りながら、今夜はお願いがございますと思い切って言った。お願いとは珍しいな、小遣いでも増してくれというのか。あの真面目なお願いでございますの。聞きましょう。お継ぐはうなずいた。ただしどうかあまり困らせないように頼むよ。はい、ではお薬湯を持って上がります。お滝はワクワクしながら去った。殿様の前へ出るとどうしてこんなに気遅れがするのかしら。自分の居間へ入って次女の煎じていた薬湯の加減を見ながら、お滝は自分の弱さに腹が立ってきた。どんなに固い決心もしていても、いざお継ぐに向かうと強く出ることができない。正直に言うと体中が熱くなり、顔が赤くなって、まともには相手を見ることもできなくなる。いつもそうであったし、今夜も例外ではなかった。こんなことでは言いたいことの半分も言えはしないだろう。
お滝は鏡に向かった。そしていつもより濃く化粧をしながら鏡の中の自分に呼びかけた。さあしっかりおし、お前今夜もし失敗するとそれでおしまいだよ。化粧は満足にできた。着替えもしたかったが糸間が惜しいのでやめ、薬湯を湯飲みについで沖継ぐの居間へ行った。しかし次女が襖を開けようとした時、お滝ははっとしてそれを止めた。今の中で話し声がしていた。ちょっとお待ち。次女をこう制して耳を澄ませた。非常に急を要するものでしたから。とその声が言った。たった今そこへ通されたものらしい。お滝には全く聞き覚えのない声であった。声の主は青山慎次郎であった。紬島の着物に角帯を締め、町人曲げに言った。彼の姿を沖継ぐはいぶかしそうな目で眺めた。彼の名は覚えていたが、身の上の変化は知らないようであった。近く小金ヶ原で、将軍家の狩りがあるそうでございますが、と慎次郎は言った。その時、あなたはお供をなさいますか？することになっているが、やめるわけにはいかないでしょうか？まあ、行くまいと思う。慎次郎はちょっと目をそらした。何やらためらうようであったが、すぐに沖継ぐの顔をじっと見つめながら言った。率直に申しますが、狩り場で、あなたを狙っているものがあるのをご存知ですか？私を狙う。つまり、刺客ということか。少なくとも二組あるのです。いや、知らないが。沖継ぐの顔に同様の色が現れた。慎次郎は明らかにそれを認めた。それは、沖継ぐが暴力を憎み、命を惜しむ人であることを証明するものだ。慎次郎はそう思った。二組の一つは、およそ五推察がつくと思います。と彼は続けた。密告のようになるのは嫌ですから、相手のことは言いません。その方はどういう手段に出るかわかりませんが、ご身辺に近いのです。沖継ぐは黙ってうなずいた。慎次郎はさらに言った。もう一つの方は銃を使います。これは侍ではありませんから。狩り場へ近づくのも困難だろうと思います。しかし当人は死ぬ覚悟でいますし、狩り場は疲労ございますから、これも安心はできないと思うのです。沖継ぐは黙っていた。いかがでしょうか。他のことは知りませんが、この二組のあることは、私自身、この目で見、この耳で聞いたのです。分かっている危険を犯すことはないと思うのですが。やめるわけにはいかぬ。沖継ぐの声は低くかすかに震えを帯びていた。やめるわけにはいかない。沖継ぐは繰り返した。私に推察できる方は、狩り場でなくとも私を狙うことができる。そうではないか。しかし城中や途上では狩り場ほどたやすくはありません。沖継ぐは自分の右手へ目をやった。そしてそれを打ち返し眺めながら言った。私はこれまでも絶えず狙われていた。連中でも私を見て刀を引きそばめる者がいるのを幾度か見た。もうそんなことには慣れてもいいはずなのだが、それに格別命が惜しいと思うわけでもないのだが、未だに恐怖心を起こるのを抑えることができない。聞きながら慎次郎は嫌な予感に襲われた。それは沖継ぐの手を眺めている動作が、柳橋の茶屋の人まで新助のしていたのと同じだったからである。病人は死期が迫るとよく自分の手を見るという俗言がある。今沖継ぐのしている動きから新助の同じ動作を連想して、ふと慎次郎の頭にその俗言が浮かんだのであった。けれどもいつかは免れぬものとすれば、と沖継ぐは続けていた。
ここで狩り場だけ避けてもしようがあるまい。またお供のことはすべて決まっていて、今さら縁外もならぬし、せっかくの志ではあるが。その時、襖のすぐ向こうで器物を取り落とす高い音がし、短く叫ぶ女の声が聞こえた。あまり突然だったので進次郎はぎょっとして振り返った。おきつぐも言葉を切ったままややしばらく黙っていたが、物音がそのまま静まったのを知ると、ではと言って手を膝の上に下ろした。知らせてくれてありがたかった。幸い無事に戻れたらゆっくり会おう。私もそれを願っております。進次郎はそう言って暇を告げた。彼が去るのを待ちかねていたかのように、荒々しく襖を開けてお滝が入ってきた。おきつぐは放心したような目で天井のひとところを見上げていた。第四章。お滝はおきつぐの前へ来て座った。殿様。声が惨めに震えた。おきつぐは目をそらした。私、今のお話を伺いました。薬湯を持っておいで。今のお話をすっかり伺いました。狩りのお供はやめていただきます。濃い化粧をしているのでこわばった顔が石のように固く見える。興奮のために上ずった目は乾いてキラキラと光っていた。そんな危ないことがあるというのに、それを承知でいらっしゃるなんて狂気の沙汰です。まるでわざわざ死ぬためにいらっしゃるようなものではございませんか。私、嫌でございます。どんなことをしてもお供はやめていただきます。いいから薬湯を持っておいで。おきつぐは穏やかに言った。それとも三浦を呼ぼうか。殿様はお滝のお願いを聞いてはくださらないのですか。三浦を呼ぼうか。お滝は怯えたように黙った。おきつぐの声は静かであるが、はっきりと突き放した冷たい調子であった。お滝の唇は波をぶって震え、呼吸が喉に詰まるようであった。やがて彼女が立ち上がると、おきつぐは同じ調子で言った。今の話は聞かないつもりでおいで。もし人に漏らすようなことがあると親元へ返す。わかったね。薬湯を持って戻ってからはもう彼女はおきつぐの顔を見ることさえできなかった。明くる日の午後は客が多かった。その中で一人、上屋敷から山城の神沖友が来た時、佐野善左衛門という客があり、宴会を求めてごたごたした。おきつぐにはあまり記憶がないらしい。そんな名を聞いたように思うくらいで、今引きこもっているからと断らせた。佐野は礼を述べに来たのだと言い、贈り物を差し出して一目だけでもお目にかかりたいと繰り返した。それがくどいので三浦商事が挨拶に出ると、ちょうどそこへ沖友が来たのであった。そこは玄関の次にある接待の間であったが、佐野は沖友を見るといきなり廊下へ出てきて声をかけた。しばらくでした。ご健勝を何よりでございますと彼は口早に言った。また先般は若年寄りにご出頭でおめでとうございました。その節お祝いに上がりましたが、残念ながらご対応でお目にかかれませんでした。おきともは彼を見て、それはどうもと会釈をした。のしめ朝髪しもでめかし込んだ肩太りの油切ったその男は、おきともにもよく記憶がなかった。それが分かったのだろう。佐野善左衛門はせき込んで、お見忘れでしょうか、佐野善左衛門でございますと赤くなって続けた。いつぞや家の系図をお手元まで差し上げたあの善左衛門でございますが、それから宇治の神についても佐野を田沼明神ということに。
誠に失礼ですが急ぎますので。おきともはこう言い黙礼をしてそこを去った。奥へ行きながら後を追ってきた三浦正治に何の用があって来た男かと聞くと、今度の狩りに共弓で出ることになったのでその礼に来たそうであると答えた。任期が切れたのにお供のできるのは特別のご配慮と存じ、ぜひお礼を申し上げたいというように言っておりました。共弓の任期は皆伸びたのだろうと沖友は言った。つまらないことを言ってくるものだ。そしてそのことはすぐに忘れた。その夜は沖継親子だけで召集宴をした。前年の11月、沖友は若年寄りに任ぜられたが、これもまた反田沼派の悪評を買い、親子ともに老職に任ぜられたのは柳沢義康この方の異例であるなどとやかましく言われたので、叙任の祝いなどもしなかった。それをその夜初めて親子だけで祝ったのである。給仕にはお滝と二人の侍女が当たり、沖継はさも楽しそうに杯を重ねた。こういう時に歌の一つも歌えるといいのだろうが、私も龍さんもその方はダメですね。父上は昔龍達をお歌いになりましたよ。ああ、あれはいけなかった。あれは自分では龍達節のつもりなんだが、慶順の表によるとつくね節というのだそうで、つまりいろいろな節がまぜこぜになっていて、どの派どの竜というけじめはつかないんだそうです。しかし林慶順という医者も不思議な歌を歌いますよ。私は彼に教えられたんだ。それではやむを得ないですね。やむを得ないわけです。林慶順というのは町医者で、沖継が大層ひいきにし、ほとんど主治医のようにしていた。お滝はもちろん知っているし、二人の話しぶりにその人柄がよく出ているので、つい侍女たちと笑ってしまった。その夜の献立は吸い物に作り身、塩焼きに菜の浸し、入り鶏に甘煮くらいであった。ちょっとした消化などでもこのくらいの品は揃えるのに。お滝はそう思ってふと悲しくなった。これが筆頭老中で世間から栄養映画を極める人と言われる方の祝い膳なのだ。彼女が初めて上屋敷へ上がった当時、世評とは違ってその日常があまりに質素なので驚いた。亡くなった萩尾は笑いながら、だから臨食だというものもありますよと言っていた。実際賜り物などは随分あったし、持ってくるものはみんな黙って受け取った。拒むようなことはまれにしかないが、それは家計には決して回らない。そのまま右から左へ消えていった。腹心の人の中には敬拝から抜擢した者が少なくないし、絶えず新しい政策を計画するために必要な経費はいくらあっても足りないようであった。送られる者のうちには高価なばかりでなく珍重な器物骨董も多くあるが、それらは皆金に換えるか人に与えてしまった。田沼邸には黄金宝珠が山とある。世間ではそう信じているらしいが、事実は全く逆で、時に萩尾などが密かに持ち物を売って家計を補うようなことさえお滝は自分の目で見てきた。相良の殿様とはこんな方だったのか。まだ少女だったし、家は下町の両替商でかなり派手に育ったお滝は、初めのうち意外というよりも失望したくらいであった。第5章。今夜はまだお滝の踊りが出ないようだな。沖継が言った。それほど飲まないのだが、もう顔はすっかり赤くなっていた。侍女の一人に三味線を持たせて、お滝は一度だけ踊った。彼女は芸事は不器用なたちで、
家にいる自分、時和や富本、長唄なども習ったが、皆中途でやめてしまった。踊りは水木流であるが、これも教えられたことを覚えた程度で、我ながらおかしくなるようなものであった。これで堪忍していただきます。踊り終わってお滝がそう言うと、おきつぐは機嫌よく歯を見せて笑った。お滝の踊りは水木流ではなくて見向き流だな。振り向いてばかりいる。でもこう教わったのでございますわ。いや結構、いつ見ても面白い。私などにはそのくらいがちょうどだろう。おきつぐも脇で笑いながら言った。よく無芸が揃ったものです。やがて酒の膳が済み、茶菓が運ばれた。どうしようかと迷っていたお滝は、その時心を決め、侍女たちを下がらせてから、おきともに資格のことを話し出した。おきつぐが止めようとしたが聞かなかった。おきつぐは珍しく荒い声を上げた。私、おいとまになっても申し上げます。お滝は青くなって震えながら言った。二組も殿様を狙う者がある。二組とはその人が聞いただけですから、もっと他にもいるかもしれません。そんなところへどうしていらっしゃる必要があるのでしょうか。どうして。お滝は興奮のあまり舌がもつれた。それも殿様にお悪いところでもあればともかく、ご自分には何の楽しみも道楽もなく、ご政治ご政治でお休みになる間もない。この年になるまで当時に一度おいで遊ばしたこともございませんわ。もうよせ、とおきつぐが言ったけれども、お滝は耳も貸さずに続けた。これほどご奉公第一にしておいで遊ばすのに、世間の噂はどうでしょうか。市中の人たちはともかく、ご老人方はよく知っていらっしゃるはずです。知っていてありもしない陰口を触れ回る。殿様のこととなると、よしあしの差別なしに悪く言いけなしつけるのです。私にはご政治のことなどもちろん分かりはいたしません。でもご日常のことだけでさえあんまり評判がでたらめで、聞くたびに私悔し涙が止まりませんわ。殿様は人には吝嗇で、とお滝は息もつかずに言った。ご自分一人贅沢をしていらっしゃる。市中に持ち家が何百軒となくあるし、金銀や珠玉は壺に入れて幾重となく埋めてあるし、そうしてしたい放題の栄養映画にふけていらっしゃる。どこからそんな噂が出るのでしょう。そんな噂の出るようなことが一つでもあるでしょうか。お召し物でも家具調度でも、みな着古し使い古したお品ばかりです。擦り切れたお召しは継ぎはぎをし、損じたお道具は直してお使いになる。このお茶碗は今度にひびが入り、二ところも欠けています。お客用のものは別として、塗り物や漆器類で剥げていないものはございません。これが贅沢三昧でしょうか。これでも栄養映画というのでしょうか。お滝は片手で目を押さえた。膝の上へ涙がこぼれ落ち、声が喉に詰まった。その上お命まで狙われるなんて、私どうしたって黙ってはいられません。彼女はしどろもどろに言った。仮のお供もいっそ老中のお役もやめていただきます。そして両手で顔を覆って泣き出した。下町育ちの上に気がかっていた。虚像にも言葉にもすぐ下町風が出た。おきつぐもそれを好むようであったが、こういう一途な感情には手を焼くらしい。鈴を鳴らして侍女を呼び、居間の方へ連れて行かせた。本当にそんなことがあるのですか。二人になってからおきともが父を見た。告げに来た男は自分の耳で聞いたと言っていた。とおきつぐはゆっくり答えた。決して軽率なことを言うような男ではないし、私にも思い当たらないことはないが。
それは何も狩り場に限ったことではないからな。白川郷の筋でございますか。市民の中にも随分私を恨んでいるものがあるそうだ。警護の人数を増やすことにいたしましょう。いや、騒がない方がいい。沖継ぐは頭を振った。年を取ると天運寿命ということを考えるようになる。寿命があれば毒を盛られても免れるが、命数が尽きれば落ちてきた河原で死ぬこともある。狙われて運がなければ金城鉄塔も役には立たないだろう。沖友は神戸を垂れた。それからややしばらくして低い声でそっと言った。滝殿の申す通りかもしれません。私も良き折を見て引退していただきたいと思います。幕府が潰れてもか、武家政治が滅びてしまってもか。沖継は静かに反問した。静かな染みるような口ぶりであった。幕府の経済はもとより武家生活の全体が次第に窮迫してゆく。その最も根本的な問題は商業資本の膨張だ。しかもそれはもう政治的な圧迫などでは抑えきれない状態になっている。彼らに対抗し幕府100年の経済的安定を図るには、幕府そのものを商人会所にする勇気が必要だ。あの人たちにはそこがわからない。御三家はじめ春英と言われる白川殿までが、ただもうご意向と名分を無常のものと思っている。財政の緊縮と私風を粛清するだけで、この状態が寛永の昔に帰ると思っているのだ。復古、あの人たちの理想はいつもそれだ。この世にあるものは絶えず新たに休みなく前へと進んでいる。元へ帰るものなど決してありはしない。しかしあの人たちの理想はいつも復古なのだ。沖継は言葉を切った。奥の方からお滝の鳴く声が聞こえてきた。部屋を隔てているので高くはないが、発作でも起こしたような金属的な鋭い声であった。沖継はひっそりと言った。いや、私は引退はしない。どんな悪行雑言も浴びよう。いかなる汚名も着よう。私は踏みとどまる。力のある限り私はこの席で戦ってゆくつもりだ。沖友は両手を膝に置き、じっと神戸を垂れたまま黙っていた。ひときわ高くお滝の泣く声が聞こえた。四月には地鎮宮が出府してきますね。と沖継は気を変えるように言った。いつももらう葡萄酒も楽しみだが、また珍しい話が聞けるでしょう。アメリカが大英戦争に勝ってうまく独立できたかどうか、話はきっとそこから始まりますよ。そうして静かに背を伸ばした。ではまた明日。